戦闘機開発に関して、日本、イギリス、イタリアの共同開発が公式に発表されました。これによって、今後、日本の F3 戦闘機開発にも弾みがつくものと考えられます。今回は F3 戦闘機そのものではなく、あのロールス・ロイス社でも苦戦している XF9 ジェットエンジンについて見ていきたいと思います。XF9 は超小型なのに高性能で、総発用の仕様も検討されているようです。さてどんなエンジンなのでしょう。2022年12月、日本の F2 戦闘機の代替となる次期戦闘機とイギリスのテンペスト計画、これにイタリアを加えた3カ国で、新たな戦闘機の共同開発を行うことが正式に発表されました。すでに、日本を含め、複数のマスメディアが、この状況を報じてきたのですが、9日に、やっと公式発表があり、日本、イギリス、イタリアの共同開発が本格的に稼働することになったのです。そのプレスリリースを早く知りたいと胸躍らせている方も多いのではないでしょうか。日本の空自の F2 戦闘機代替機に関しては、おおむね次世代戦闘機と呼ばれています。F2 のように開発については日本が主導権を握る前提ではありますが、計画された当初はやはりというか、当然というか、アメリカとの共同開発が、最も可能性が高いと推測されていました。まあ、同盟国でもありますし、現政権のアメリカ大好き交渉を見ていれば、誰でもそう感じますよね。アメリカとの共同開発となった場合、技術支援元として名前が挙がったのが、ロッキード・マーチン社でした。この会社は、現在、活躍中の、いわゆる第5世代戦闘機 F22 ラプター、F35 ライトニング2などを、次々に世に送り出しています。だからこそ、ロッキード・マーチン社からの技術支援が必要不可欠と見られていたのですが、2020年末頃からは、他の可能性も囁かれ始めるようになりました。それが、ユーロファイタータイフーン代替機の開発をテンペスト計画として推進しているイギリスとの協調で、テンペスト計画に参加しているイタリアも含めて、新たな日本の次世代戦闘機開発のパートナーとして浮上してきたのです。もともと、このテンペスト計画というのは、イギリスの BAE システムズ社を主幹として行ってきたものでした。今までも、日本の参加を歓迎する、雰囲気も感じられていましたし、ヨーロッパの次世代戦闘機を開発する主導権を強化したいという思惑も大きかったようです。他のヨーロッパ西側諸国であるフランス、ドイツ、スペインが FCAS、フューチャーコンバットエアシステム計画を進めていましたが、これに対抗する上からも、イギリスは自国主導のテンペスト計画へ参加する国を増やしたいと望んでいたということが、大きく影響したようです。そして、イギリスの思惑と同様、日本でも、次世代戦闘機開発には、日本の都合を最優先できる、技術支援先を欲していましたから、イギリスと日本両国の、政治的な利害が一致したという格好になったのです。こういった流れから、イギリスと日本とは、2022年1月、新たな戦闘機への搭載を前提に、機関部開発を共同で行う実証事業を始めました。イギリスからはロールス・ロイス社、日本からは IHI 社が参画することになったのです。イギリスのロールス・ロイス社は、高級車の生産で有名ですが、テンペスト計画でも機関部を担当する他に、ユーロファイタータイフーンに搭載されている、機関部 EJ200 の設計を担当したことでも知られています。つまり、高級車製造会社である前に、世界的なエンジンサプライヤーだったというわけですね。
まあ、優れた自動車にも優れたエンジンが必要なのは言うまでもないのですが、エンジンに定評のあるロールス・ロイス社ではありますが、テンペスト計画用の機関部に関しては開発に苦戦しているとも伝えられています。実証機を含む試作の機関部が完成したというニュースもこれまでのところ全く聞こえてきません。2021年に開催された軍需品展示会 DSEI2021 においてテンペスト計画で採用が見込まれる機関部として空気の吸入量が毎秒 100kg 以上、2000°C 以上のタービン入り口での高温への耐性等が打ち出されていました。そして、これらの過程で、機関部に生まれる熱を冷却し、敵のレーダー、センサー等の探知から、機体そのものを隠すことも、同時に求められていて、ステルス性能の追求にも、細心の注意が払われているそうです。つまり、多くの条件が要求されているというわけですね。また、現行のユーロファイタータイフーンに搭載している機関部 EJ200 に比べると、10倍以上に相当する電力を発生させて、レーダー、センサー類のアビオニクスに使用すると同時に、将来的には、兵装にも使用可能にしていく方向とされています。このように、イギリスのロールス・ロイス社による、テンペスト計画に向けた機関部開発への取り組みがある一方、日本で機関部開発を担当する IHI 社も、すでに、次世代戦闘機に搭載するエンジンの土台は、できているそうです。それが、現防衛整備庁からの依頼を受けて、2010年から IHI 社が開発を進めてきた XF9 エンジンです。これは2008年まで自動車が開発してきた XF5 エンジンを土台として次世代戦闘機への搭載を目指したものと言っていいでしょう。IHI 社での XF9 エンジンの開発は大きく3段階に分けて年を追って進められてきました。最初は2010年から2015年にかけて高温に耐えられる燃焼機と高圧タービン、軽量コンプレッサーなど主要な部分の研究からスタートしました。次の2段階目として一部機関は並行しながら2013年から2017年にかけ前述の主要部分に加えて吸気口ファンや低圧タービン部分の研究を行い、次期戦闘機搭載時に求められるエンジンの必要要素を網羅しました。最終的には、やはり一部機関を並行させつつ、2015年から2019年にかけ、第一段階及び第二段階で得られた技術的成果をもとに、戦闘機用エンジンとして組み上げられ、試作機の XF91 エンジンとして完成を見たのです。試作機の XF91 エンジンは、2018年6月に、1機が防衛装備庁へ無事納入されました。それ以後、およそ2年間にわたり、動作と性能の検証作業が続けられ、試作機ながら想定されていた数々の数値を見事にクリアしたのでした。XF91 エンジンの注目項目の一つが、2017年6月に達成したタービン入り口付近の温度です。およそ 1800°C という高温に達したことが挙げられ、世界的に見ても非常に高い温度で動作することが確認されました。この理由として、タービン周り部品にニッケルコバルト元、ニッケル単結晶調合金、セラミック元複合材などを使用したこと、加工技術など難易度の高い工程が活かされたということで、世界中からも大きく注目されました。XF91 エンジンのサイズは、全長 4.8M、ファン入り口部分の直径 1.0M、アフターバーナー使用時の推力は約 15.0 トンで、
戦闘機用エンジンとしてはかなり大型ですが、その仕様と性能は世界基準に達しています。 F-35 ライトニング2に搭載されているプラット&ホイットニー社製 F-35 エンジンと比較してみましょう。 F-35 は全長 5.6 メートル、ファン入り口部分の直径 1.09 メートル、アフターバーナー使用時の推力は約 19.5 トンです。比較すると、XF91 エンジンは F35 よりスリムで、アフターバーナー使用時の推力も一見劣るように見えますが、前者は双発、後者は単発という相違点があります。XF91 エンジンは試作機なので、前述の数値は、地上で実施した検証結果で得られたデータですが、最新のアダプティブサイクル方式を採用いるので、エンジンそのものの大きさから見ると、高い出力を誇っていると言えましょう。アダプティブサイクル方式とは、搭載した機体が、上昇、巡航、戦闘時の高機動を行うなど、様々な異なる条件下で、最適性能を引き出すための工夫です。サイズは、前述したように、F-35 ライトニング2の F-135 エンジンより小型です。XF-91 エンジンのコンパクトさのおかげで搭載する機体の空いたスペースを、別の用途に振り向けることができるようになります。例えば、搭載燃料を増やしたり、兵装を増やすこともできるでしょう。日本では、IHI 社のたるまぬ企業努力によってこういった XF91 エンジン製作に行き着いたのですが、イギリスのロールス・ロイス社と共同開発を行う中で、IHI 社がこれまでに培ってきたテクノロジーがどのように活用されるのか、それについても目が離せないようです。